鷲沢ふみか、これが今エロいっていうか、熱いのか、SS レア。これ一撃で弾けたらいいんですよね、要はね。じゃあ行くか。いや、これでもしでも SS レア出たらどうしよう。出てもうたら。行きます、じゃあこれ。スタージュエル、2500個使用してガチャを10回引きますか。では、引いていこうと思います。これを、だから10連で引くと、S レアまでは確定なわけですよね。行こう、あ行っちまった、ついに。これ、毎回毎回、そんな、でもだから SSR ちなみに 1.5% やから。あ！あ、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 これは？これ来たんじゃない？これ。いきなり来たんじゃない？これ。この時点では、スーパーレアまでは確定？スーパーレアまでは確定？あ、宮本フレデリカ。あれ、ただのレアやんけ。あ、もう一気に引いちゃうんか、これ。西園寺ことか。島村うずき。いやいや、これ持ってるし。え、もしかして、このなんかさ、え？これも多分持ってる。あ、こいつは多分初めて。浜口。で、いきなりダブってんねんけど。諸星、いや、これも知らん、持ってるんじゃない、わからん。あ！一ノ瀬しきちゃん。いや、この、詐欺沢っていうのは確か欲しいんですよね。詐欺沢ふみか。詐欺沢ふみか狙いで。さあ。これ、金封筒とかないの？金封筒とか。お、あー、ま、でもこれは確定なんですよね、要はね。お。でも、ちょっと待って。持ってる、これ。あ、これ知らない。小早川さえ、これ知らない。日の明かりは、これ知ってるわ。クラリス、何このなんか、ソウルみたいな。ベホマ使えそうなやつ。若林玄三？阿部寛？城ヶ崎武？相葉由美？ムーンライトフラワー？なんでこの子、11月やのに月見してんの？いや、可愛いけど、でもエスレアか。あ、今日追加された新キャラなんや。まあ、行くか、もう、これででも、SSR とか出なかったらさ。ああ、来た来た来た。でも、ここまではだからクリアなんですよね。だから、青が来んのはとりあえず OK で、城ヶ崎。でも S か。小早川豊か。ああ、一ノ瀬式先当たったやつやんけ、ダブリやんけ。
宮本、浜口、宮本、あ、高、かき、かえで、あ、でも S レアやね。もうそれも出ないよな、でも。この人しても何歳のアイドルとか言ってる年齢ちゃうやろ。絶対。まあだから10連2回、10連3回か、10連3回。で、単発2回引いてこれ、うん。まあ、SSR は出ませんでしたと。終了いたします。